はいどうもこんにちは。はいどうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日はですね、マジカル未来2015、9月の、4日から6日まで、皆さんどうもお疲れ様でした。そうですね、最高のライブでしたね。すっごく面白かったです。僕初めてマジカル未来行ったんですけども、とっても楽しかったです。まだ夏休み続いてるんですけども、夏休み最高の思い出になりました。ありがとうございました。感動しました、すごい。本日はですね、マジカル未来2015の、グッズの紹介ですね。グッズの紹介と、それから、あと、科学技術館の方の写真何枚か撮ってきたので、そちらの方を、そうですね、思い出を語りながら、やっていきたいなと思います。はい。じゃあ、それじゃあ、やっていきましょう。はーい。わしあとみくチャンネル。はい、では早速そうですね、グッズの方から見ていきましょう。はい、まずはこちらですね、ペンライトですね。はい、ペンライトはこんな感じになります。色は緑、黄色、オレンジ、ピンク、赤、青で緑、またミクさんの色になりますね。それぞれ、6人 の, あのカラーになってますね。で、ボタンがありまして、まあ、使い方多分みんな分かってますよね。ここの部分を長押しすると、こっちですね、消えます。はい、でもう一度つけたいときは、ここも一度長押しすると、はい、つきます。はい、こんな感じですね。ですね、僕ペンライトというものを初めて買ったんですけど、すごい綺麗に光るんですね。こっちが01ってなってますね。はい、すごいいいと思います。なんかこう光り方もすごい綺麗で、僕は気になりましたね。青色にするとリボルケインですね。で、ピンク色にするとビームサーベルですね。はい。まあこんな感じです。続きまして、そうですね、じゃあこれいきましょうか。マジカル未来2015、プロジェクターボールペンです。はい、ボールペンなんですけども、ここにスイッチがありまして、ここのスイッチを押すと、初音ミク、鏡音、リン、鏡音、レン、メグリネ、ルカ、メイコ、カイト、いずれかのキャラが、映るそうです。はい、じゃあもう中身確認してあるんですけども、一応やってみましょうか。ライトオフ。はい、わかりますかね。ちょっとごめんなさい、いい感じの場所がなかったので、とりあえず壁に映してるんですけども、これメイコさんなんですね。メイコさんが当たりました。はい、はい、というわけでプロジェクターの、紹介でした。はい、メイコさん、まあたまにはいいですよね。ミクかリンが欲しかったんですけど、まあたまにはメイコさんもいいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。では続いてこちらですね。こちら、ミサンガが入っております。ミサンガも、同じく6種類ですね。まあこんな感じに箱の柄もいいですよね、くるくるっと。はい、じゃあ開けていきましょう。何が入って、おこれはレン君ですね。はい、レン君当たりました。ってことは綺麗に鏡の兄弟が当たってくれることを祈ります。リモコン良かったですね。はい、おいいですね、見事に鏡の兄弟が当たりました。はい、こちらミサンガですね。ミサンガの方は初めて買いましたね。はい、作ったことはあるんですけど、学校とかのね、文化祭の、来場者なんかクラスのところに遊びに来てくれた人になんか渡すみたいなのあったんですけども、はい、無事に鏡の兄弟当たりました。ミクさん欲しかったな。ミクさんあればな、つけてたんですけど、まあいいや。じゃあ続いていきましょう。こちらの方はずいぶん前から買ってたんですけど、マジカル未来の CD ですね、 Amazon の方で予約して買いました。会場でも2100円で売ってましたね。はい、収録曲が、ハンドインハンド、リモコン、ラズベリーモンスター、アンハッピーフレイン、ノスタルジア、アイデー、ロミオとシンデレラ、スノーマン、恋愛裁判、初音ミクの劇場、ミクズ、8周年バーサリーバーっていうのがあります。で、DVDはハンドインハンドの DVD が入ってますね。はい、ハンドインハンド、すごくいい曲でした。はい、まさかね、ライブの最後の方で、やってましたね。はい、じゃあ続いていきましょう。では続いてこちらの方ですね、初ミクの、ピアスになります。ミクさんの髪飾りの形をしたピアスですね。はい、僕ピアスはつけたことないんですけども、そうですね、ピアスつけないで、これはここの部分を外して、そうですね、ネックレスに変えようかなって今ちょっと考えてたりします。はい、ピアスつけたことないんで、なんか穴開けるのも怖いし。はい、どうもチキンです。裏はこんな感じになってますね。はい、でこちらの売ってるところで、
はい、こちらベルトの方も買いました。ミクさんのあの腰についてるあれの柄をしたベルトですね。これがすごい欲しかったんですよ。これ4000円しました。高いですね。そうですね、ちゃんとしたベルトで、日常的にも使えると思います。はい、まあちょっとあの会社とかにつけてるのは、まあ、ちょっとあれなんとは思いますけども、仲間内でつけてるにはちょうどいいと思います。この柄のですね、あのミクさんが腰につけてるあのあれのあれがまんま売ってることもマジカルミライにあったんですけど、マジカルミライなんだっけ、ミク感謝祭だったかなに売ってたらしいんですけども、買いそびれましたね。あの時はまだミクさんにちょっと興味がなかったんでね。まあそれ置いておきましょう。はい、2つ行きましょう。興味がなかったというか金がなかったというのが正しいかな。続いてこちらになりますね。はい、白い箱なんですけども、もう中身ないんですけど、とりあえず開けましょう。開けて、はい、これなんだかわかりますかね。5000円しました。はい、ミクさんマジカルミライ2015の衣装でミクさんがつけてるネクタイです。はい、こんな感じ。こちらの方5000円しました。これも欲しかったんですね。これがそうですね、公式アイテムになりますね。公式アイテムがいくつかあるんですけども、先ほど紹介したプロジェクターと、プロジェクターボールペンですね。プロジェクターボールペンと、CD とミサンガが、公式の方で、あとはあるか、ペンライトですね。ペンライトが公式の方で買ってきたやつです。はい、こちらのネクタイ、あのすでにもうつけたんですよ。こちらですね。はい、当日白い T シャツ着てたんですけども、ちょうどね、黒いネクタイと白いシャツということで、うるさいな。ちょうどいい感じになりました。よかったと思います。はい、これはそうですね、日常的に使っても何ら問題ないですよね。なんかミクさんっぽい柄が描いてるわけでもないし、はい、いいですよね。近代的なこの未来な感じ。黒と水色っていうのもなかなかいいと思います。はい。はい、じゃんじゃん行きましょう。続いてこちらですね。はい、こちら、ガシャポンコーナーの方でやってきたんですけども、デスクトップに飾る系のやつですかね。デスクトップに飾る？違う、デスクに飾る系ですね。ちょっと今から開けます。本当はね、後ろに、ハンドインハンドとか流したいんですけども、著作権上の問題になってしまうので、やることはできないですね。はい、こちら、ガシャポンになりますね。デスクトップ、初音ミクです。デスクトップって合ってたわ。これいつ発売だったかな？ちょっと覚えてないんですけども、近々発売するそうです。ラインナップが初音ミク、鏡音凛、鏡音蓮、カイト、それから凛の予習というね、なんとも言えないラインナップなんですけども、メイコとね、ルカ姉さんはどうしたんだ、ちょっと突っ込みたいんですが、はい、こちらの方2回やってきまして、2回ともまさかの、レン君ですね。はい、こちらそうですね、大きさ5センチも満たないですかね、3センチくらい ?5 センチくらいかな、3センチくらいですね。なんですけども、こちら3センチくらいで300円くらいでします。クオリティは結構高いみたいなんですけどね、なんかざっと見た感じ。ちょっと開けましょうか。会場の方で先行販売してたんですけども、いずれまた、そうですね、普通に売られるそうなんで、また回していきたいと思ってます。はい。青いカプセルがどうやらレン君らしくて、レン君がまさかの2回連続で出ました。はい。ちょっと残念ですね。まあ全体的にはこんな感じで、小さいながらもすごくクオリティ高いですよね。造形もしっかりしてるし、塗装もかなり綺麗にできてると思います。小さいながらね。すごいですよね、これ。顔もなかなかいい表情します。いい表情？はい、以上になります。では次ですね。続いて、マジカルミラー2015アクリルキーホルダーになります。こちらの方1個600円で、かなりでっかいキーホルダーが入ってるみたいです。早速開けてみましょう。はい、外箱がまあざっとこんな感じになりますね。ミク、レン、リン、ルカ、カイト、メイコが、ラインナップに入ってます。はい、じゃあ開けてみましょう。何が入ってるのかな？お、来たー！ミクさん、やった！ありがとうございます。はい、ミクさん当たりました。よかったー。はい、大きさ10センチぐらいで、かなりでっかいなー。でかいですね。横面がこんな感じで、裏面マジカルミラー。おー、いいですね。これは大事に取っておきます。ありがとうございます。はい、じゃあ2個目開けてみましょう。はい、では2個目開けてみましょう。2個目は誰が入ってるかな。と、またミクさんだはい、2個連続ミクさん当たりました。あ、これは嬉しいな。あ、でも、リンちゃんも良かったかもしれませんね。リンちゃんとルカネも良かったかもしれません。はい、うん、でもまあいいでしょう。うん、じゃあ1つは取っといて、1つはそうですね、カバンかなんかにつけておきます。カバン、まあ考えておきます。はい、でもよかった。はい、ミクさんが見事に当たりましたね。よかったよかった。はい、続いて、赤い羽募金、かけるピアプロの、コラボ商品になります。はい、ミクさんのファイルとか、ポスターとか、
缶バッジとかいろいろもらえるんですけども、とりあえずファイルの方を紹介しましょう。こちら4種セットですね、東京プラス A プラス B プラス C って書いてありますね。開けてみましょう。はい、こちら、東京かな、多分東京だと思うんですけども、こんな感じになります。裏面が、ミクさんですね。初音ミクとピアプロは赤い羽募金、行動募金を応援していますって書いていますね。赤い羽といえば小学生の頃に10円払って、あの鳩だかなんだかの羽、赤く塗った羽をあのよくもらってましたね。緑とか赤色の羽もらいましたよね。はい懐かしいですね。今回は僕1500円募金してきました。人生で一番払ったかな、赤い骨にはい、こんな感じです。1500円払うと、全部もらえるそうなんで、1500円払ってきました。意外と安いですよね。はい、2種類目こんな感じですね。これが A かな、支え合う心未来へ、いいですね。はい、これ鳩ですかね、スズメですかね、どっちなんだろう。この羽は一体何だったんだろう。裏面はピンクですね。でこちらが B かなになります。ささやく心未来、ミクさんが大きく焼かれてて、赤い羽の上にメイコ、カイト、ルカネ、それからリンとレンがいますね。はい、で裏面がこんな感じ、ピンクですね。でこちらが C かな、大きな木の下に、そうですね、クリプトン製の、ボーカロイドたちがみんないますね。はい、なかなかこう、なんですかね、グデ玉みたいな感じのあのイラストいいですね。裏面が、やっぱりピンクですね。はい、でこちらが、同じく赤い羽募金のミクさんたちのイラストが描かれた募金箱になりますね。紙製でできてて組み立てるみたいです、自分で。はい、でこちらが、ピンバッジになりますね。はい、裏面は何もなしですね。こちらもやっぱり1500円払うことによってもらえます。はい、でこちらも赤い羽募金になるんですけど、どうやら赤い羽募金とミクさんの応援キャンペーンソングっていうのがあるみたいですね。はい、こちらの方のチラシもらいました。でこちらが、赤い羽共同募金の、これは何だろう、あ、こっちですね、こちらにありましたね。こちらのアドレスの方に行くと、こちらの、そうですね、先ほどの歌詞の曲が聴けるみたいです。あー、なるほど、後で聞いてみますね。はい、裏面は特になし。はい、でこちらが赤い羽共同募金の、ポスターになります。A4 ぐらいかな、大きさは。そうですね、これが一番大きかったですね、もらった中でまあ、うん、ミクさんの可愛らしい笑顔が素敵ですね。はい、で裏面は何もあるのか、あった、裏面が、赤い羽共同募金かけるピアプロとはって書いてありますね。はい、主な使い道として、お年寄りが安心して暮らせる地域づくりに、障害を持つ方々の社会自立のために、子どもたちや青少年の健全育成のために、地域で活躍する、ボランティアの育成や研修に、被災者を支える活動のために、ああ、いろいろ使われてるんですね。海外には使わないのかな1500円で何ができるんですかね。1500円ぐらいじゃな、1食か2食ぐらいしか多分できないと思うんですけど、いいんですかねこれで。あ、もうちょっと募金してもよかったかな。そうですね、3000円ぐらい。はい赤い羽共同募金のやつが全部ですね、今ので全部ですね。はい、じゃあ次行きましょう。こちらになりますね。次はこちらになります。キャラネームイン、預かり書。残念ながらこれだけしか今ないんですけども、会場でですね、マジカル未来とあとハンコが、タイトーですね、タイトーさんのハンコがコラボしてまして、自分で好きな、文字を3文字だけ、自分の好きなキャラクターの上に、入れることができるつながったんですね。1個2000円です。はい、こちらの方も、作ってもらってるので、届いたらまたちょっとレビューしようかなと思います。はい、ハンコということでね、楽しみですよねしかも公式なんですかね。はい、3文字というように文字がね、どうしようかなってすんげー悩んだんですけども、まあそれは後々、言いたいと思います。はい、では続いていきましょう。初音ミクビザカードです。こちら、後々できるようになるんですけども、ミクさんのデザインのビザカードが、自分で作れるそうです。はい、早速作ってきました。後で家に届くそうです。ビザカードとか多分使わないと思うんですけどねまあ一応持っていこうかなと思いまして。でこちらが、そのかになりますね。
やっぱりビザカード のところで、2枚もらいました。1枚もらったんですけど、なんかもう1枚くれて、じゃあもらっときますみたいな感じでもらっときました。はい。これは、スマホのやつだったかな。はい、確かそうだと思います。その他の、このカードをスマホに入れることによって、曲がダウンロードできるとか、なんかそんな感じですね。はい。を2枚もらいました。ごめんなさい。赤い羽キョドボギーまだありましたね。こちら、しおりになります。はい。まあ、赤い羽キョドボギーって書いてあるだけはただのしおりなんですけど、まあ、いいですよね。こういう種類もたまにはいいと思います。ミキさんのしおりもいくつか持ってるんですけども、こちらの方も後で使わせていただきます。で、こちらが赤い羽キョドボギーのところでもらったスノーミクの、ファイルになりますね。冬になったらそうですね、そこの壁にくっつけたいと思います。今ジュラシックパークと、ジュラシックワールドとミクさんが貼ってあるんですけど、ジュラシックワールド関係ないですよね。裏面がまあこんな感じになります。はい、いいですよね。あとはそうですね、会場でいくつかもらったものをちょっと紹介しようかなと思います。はい、会場でもらったものなんですけど、まずこちらですね、初音ミクの、グラフィーコレクション謎の音楽彗星の、うちわです。マジクラミラーイベント開催中ということで、イラスト限定アバターのゲットのチャンスだよということで、そうですね、こちらのうちの方もらいました。そうですね、僕3枚もらいましたね。なんか何回も同じ場所通ってたんで、なんか何回かもらいましたね。ありがとうございます。で、こちらもやっぱりもらったんですけど、マジカルミラー2015開催記念、ドリヒードリーム初音ミク数量限定販売ということでね、ボックスブースによって購入申し寄せを配布中ということで、もらおうかなって思ったんですけど、ドルフィードリームって高いんですよね。6万ぐらいでしたっけ確か。すごいしますよね。さすがにミックさんのフィギュアつっても6万は学生の僕には痛すぎるんで。そうですね、やっぱり買うのはちょっと諦めましたかね。できれば欲しいんですけど、あとドルフィードリームのちょっと持ってる方にはちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと怖いんですよね、僕から見ると。なんですかね、なんかこう、なんて言えばいいんだろう、なんか日本人形みたいな感じの、なんかちょっとした怖さがちょっとあるんですよね。はい、なんか欲しいっちゃ欲しいけど、なんかちょっと違和感があるというか、なんかそんな感じが僕にはします。はい、ちょっと持ってる方にはディスる感じでちょっと申し訳ないんですけども、はい、まあ、そんな感じが僕にはするので、あと値段がちょっと高いので、ちょっと諦めますということですね。はい、では次ですね、なんかちょっといろいろもらったんですけど、マジカルミラー2015のパンフですかね。はい、中身、マジカルミラーで何があるかみたいな感じのなんか簡単に説明してあります。はい、あと僕これ見忘れちゃったんですけど、初ミク鏡に、初ミクマジカルミラー2015で先行販売、スマホロというのがあるらしいんですけど、マルチレイヤーホログラム体験ですねっていうのがあるみたいなんですけど、こちらの方ももらいましたね。どんなものだったんでしょうかね。行ってなかったんで、物販の方で忙しかったんで、ちょっともらい損ねちゃって、見忘れちゃったんですけど、あとこちらですね、ウェブキャスティングの、パンフというかチラシというか、そういうものをもらいました。はい、音楽を作ってみませんか。そうですね、ミク V3、カイト V3、メイコ V3、それからルカさん V4X の、チラシをもらいましたね。これは後で後ろの、そちらの後ろの方にでも貼っておこうかなと思います。はい、ファミマでダンシングオールナイトキャンペーンの、チラシももらいました。はい、こちらの方は、すでにステッカーの方もらってきてるので、後でちょっとしたレビューはしようかなと思ってます。はい、ですね、まず第1弾が、こちらのステッカーで、9月の15日から、クリアファイルがもらえるんですね。タイプ A、タイプ B、タイプ C、タイプ D で、こちらの全40全部もらっていこうかなと思います。はい、こちらゲームセンター2016年1月に、初音ミクレーシングミクバージョン、2015のフィギュアが制作中だそうです。はい、そうですね、こちらの方フィグマとネンドロイドすでに頼んであるんですけども、まあゲーセンで置いてあって簡単に取れたら、やろうかな、レビューしようかなと思ってます。はい、そして注目すべきこちらですね、初音ミク、マジカルミラー2015年バージョンのフィギュアが、登場するそうで、すでにグッドスマイルの方で、予約が開始されてますね。はい、こちらの方後で、まあ
そうですね、一応予約してみたら動画作りますかね。そしてもうじききますね。はい、初音ミク V3 4分の1スケールの、フィギュアです。秋頃より発売予定で、9月の30日に発売予定だそうです。はい、まあ間に合うかどうかですけどね。はい。で、こちらがうちわになりますね。リンとレンですね、今回。珍しいですよね。裏面が、コラボイベントということで、ミリオンアーサーの広告ですね。はい。はい、ここからはそうですね、思い出というか、ちょっと感想をちょっと述べていきたいかなと思います。はい。まず1日目なんですけども、僕当たったのが2日目の、昼公演の方で、1日目は科学技術館の方にお買い物しに行きました。はい。すげえ使ったんですけど、2万ちょい使ったんですけども、どれも一級品レベルのもので結構良かったですよね。はい。物販コーナーもまあいろいろありまして、コスプレしてる人もかなり大勢いましたね。男の人も女の人もなんかいっぱいコスプレしました。なんかちっちゃい子のピエロッタの、コスもありまして、あれすごい可愛かったですよね。はい。あんなちっちゃいのにね、コスプレなんてするんだと思いましたね。あの衣装は手作りかな。まあ、人もやっぱりたくさんいましたね。はい。老若男女。はい。それこそすごい幅広い年代の人がいっぱいいまして、小さい子から、おじいちゃんあたりまで、なんか、ミクさんってすごいだなと思いましたね。やっぱり誰ですかね、ボカロが衰退してきたとか言ったの。ミクさんの人気全然じゃないですかね。はい、すごい人気なんだなって改めて実感しました。人の多さだけじゃなくて、そうですね、なんて言えばいいんだろう、そのグッズの売れ行きだとか、あとそうですね、ピアプロの壁もあったんですけども、そちらの方もたくさんのイラストが書いてあったり、たくさんの一言書いてあったりね、マジカル未来楽しかったですとか、ミクさんありがとうとかね、いろいろすごい言葉がありました。うん。あとですね、海外人の、テレビ番組みたいなのもなんか来てまして、カメラ回してて、なんかすごい、すごいなと思いましたね。はい。海外の方でもやっぱり人気なのはミクさんですよね。中国人かな、韓国人かな、ちょっとわかんないんですけど、とりあえずアジア系で日本以外の人も来てました。アメリカ人も多く来てて、アメリカ人かな、とりあえずアメリカ人でしょうね。もういっぱい来てました。はい。なんかこう、すごく嬉しかったですね、やっぱり。僕のことじゃないんですけど、ミクさんが、やっぱ人気なのは、すごい嬉しいことだなと思いました。会場もやっぱりすごかったですよね。はい。会場の熱もすごかったですね。あとですね、ミクさん、マジカルミラー2015バージョンのミクさんのフィギュアというか、なんて言いますかね、1分の1というか、あれはなんて言えばいいんだろう。まあ、とりあえず展示物があったんですけども、出来もすごかったですし、あと深海少女もありましたね。はい。ライブでも流れた深海少女だったんですけども、いやー、よかったですね。うん。1日目、そうですね、多分、深みあるピースさんが来てたのかな、多分見たと思うんです。なんか、りんちゃんの格好してたと思うんですけど、あれ多分深みあるピーだと思うんですけど、ちょっと判別がつかなかったんですけどね。できれば一言話したかったです。はい。できれば、そうですね、話したかったですね。写真も撮りたかったんですけど、まあ、気づいたらいなくなってて。でですね、科学技術館の方で、3つの問題があったんですね。その3つの問題で、3つのヒントがありまして、それで正解するとこちらの方の、ステッカーの方をもらいましたね。はい。正解は武道館でした。うん。まあ、3つ目のヒントというか、もうあれで答えですけどね。で、科学技術館の方の最後に、今まで発売されたミクさんのグッズ系がすごいいっぱい並べられてましたね。はい。うん。あの量はすごかったですね。僕の部屋全部合わせても多分、いや、勝てるな。うん、勝てますね。大丈夫です。余裕です。もうありました。うん、すごい良かったと思います。
で会場が武道館ということで、僕初めて武道館に行きましたね。はい、武道館ってそもそも何やってんだろう。なんか相撲やってるとこ友達言ってたんですけど、本当ですかね。まあ見た感じ多分あれは相撲の感じなんでしょう。生まれて初めて武道館に行って、会場のデカさにやっぱり驚きましたね。おすげえとか言っちゃいましたね。でライブが始まると同時に、あのペンライトが緑とか青とか様々な色に光ってて、すごい綺麗でしたね。僕後ろの方だったんですけど、メガネ持ってきてて、それでミクサの顔は見えました。はい、とってもそうですね、綺麗でした。ミクさんの人気やっぱすごいんですよね。会場でもなんかすごい、ミクさん好きだよ、愛してるみたいな感じの、掛け声がいっぱい出ましたね。僕言わなかったんですけど。あとですね、途中、ライブの途中で、ちょっと事故がありまして、機械がちょっとエラー起こしちゃったみたいで、ちょっとライブしばらく、5分くらいかな、途中止まってたんですけど、その間もなんか、女の人が、ミクさん頑張ってみたいな、ありましたね。途中でミクコールも聞こえてきましたね。ミーク、みたいなのがありました。会社の最後の方でもそれやってましたね。オッズ&エンズが流れた後に、ハンドインハンドが流れる前に、すいません、ネタバレで申し訳ないんですけど、ハンドインハンドが流れる前に、アンコールだとか、ミークだとか、そういうのもいっぱい、声が聞こえましたね。そうですね、僕、ライブっていうのを経験したのが、これで人生2度目で、1度目はサザンオールスターズですね。母親に無理やり連れられて行きました。はい。それが初めてのライブでした。そのライブとミクさんのライブで、今回2回目ですね。自分で初めて金払って行ったライブでした。とっても楽しかったです。ミクさん、お疲れ様でした。はい。ミクさんだけじゃなく、リンとレンもね、ルカネも、カイトも、メイコ姉さんも、そうですね、お疲れ様でしたって感じです。皆さんもお疲れ様でした。とりあえず、そうですね、感動したぐらいしかもう言葉が出ないんですけど、来年もそうですね、あったらぜひ行きたいと思います。来年もありますよね、絶対あると思うんですよ。マジカル未来見ながら、これは来年も絶対あるな、なんて考えてました。はい。できればそうですね、もうちょっと早く行きたかったんですけど、金の良いとかね、その時まだ全然、ミクサに、会場とかなんかそういうの、なんか行きたくないな、なんかみたいな感じの考えもちょっとあったんですよね。なんでだったんだろうな、なんだかよくわかんないんですけど、今はそうですね、来年もぜひ行きたいなと思います。はい。なさい、もう一つ紹介し忘れたものがあったんで、ちょっと紹介したいなと思います。はい、こちら、ミク V3 の、ぬいぐるみですね。ごめんなさい、ちょっと、机の片付けますね。はい、こちら、ミク V3 の、ぬいぐるみになります。1個3500円だったかな。シテンヤンヤのフィギュアもあり、ぬいぐるみもありましたね。面白かったです。はい。こちらのぬいぐるみの方なんですけども、以前紹介した、はい、こちら、ネンドロイドプラスの、ミクさんとは違って、中に、水道管みたいな、あれ、みたいなのが入ってなくて、動くことはできないんですけども、そうですね、こちらの、ぬいぐるみの方ですね、すごい良くて、この腕の部分ですね、腕の部分、クリアな素材が使われてるんですね。これで、ミクさんの腕が透けて見えるということで、V3 の特徴をはっきり捉えてますよね。で、髪の毛なんですけども、ミクさんは普段三つ股に分かれてますよね。こちら、シュッと一つにまとまってみたいですね。開けましょうか。はい、開けるとこんな感じになります。綺麗にできてますよね。瞳の色もかなり綺麗ですし、そうですね。ちゃんと、部分で、ミクさんの特徴を捉えてると思います。すごい綺麗にできてますよね。はい、裏面がこんな感じです。可愛いですよね。これはいいですね。部屋に置いておきましょう。というわけで、マジカル未来2015、商品紹介と、商品のレビューですね。レビューと、マジカル未来の感想でした。生まれて初めて行っただけあってね、すごい感動がでかかったんで、来年もぜひ行きたいと思います。はい。そうですね、マジカル未来の他にもミクさんのライブがあったらぜひ行ってみたいと思います。はい、というわけで、マジカル未来に行った皆様、それからボーカルたち、ミクさんたち、お疲れ様でした。来年もまたあれば、そうですね、頑張ってもらいたいなと思います。絶対行くから。
というわけで紹介したのはバッシーとミクでした。はい、またねー。バイバイ。